ウェーブランドは、アメリカ合衆国ミシシッピ州の南部メキシコ湾岸、ハンコック群の都市である、ガルフポートビロク市大都市圏に属している。2010年国勢調査で、の人口は6435人だった。ウェーブランド市は1972年に法人化された。1969年8月17日の、ハリケーンカミーユと2005年8月29日に、 ハリケーン・カトリーナによって死の大半が破壊された。2016年時点でウェーブランド市長はマイク・スミスである。第7代アメリカ合衆国大統領アンドリュー・ジャクソンがかつてウェーブランドに住み、現在ジャクソン・リッチと呼ばれているところを所有していた。ジャクソン・リッチの多くは後にバッカニア州立公園となった。2006年11月9日、 シルバースリッパーカジノがオープンした。ミシシッピ州のメキシコ湾岸、ウェーブランドはその南西宮近くにある。東隣は、米セントルイス市1969年8月17日、ハリケーンカミーユがルイジアナ州の先端に上陸し、その後に湾岸を進んで、ウェーブランドを襲った。ルイジアナナッシュビル鉄道より、南側の地域に大きな被害を与えた。 復興にはほぼ10年間を要した。市は、その再建に向けて、時間と資源を使ったボランティアの努力を称えるために、名盤を立てた。ハリケーンカトリーナが上陸した時のウェーブランド、2005年8月、ウェーブランド市は2005年8月29日の、ハリケーンカトリーナが上陸した地点となった。この時も市は、大きな被害を受け、10年を過ぎた今でも、 復興と再建の過程にある CSX トランスポーテーション本線より南の地域がほとんどすべて破壊された。市内の他の部分も洪水の被害が深刻だった。ニュース報道によるとウェーブランド市はメキシコ湾岸のどの都市よりも強い風と水の被害を受けており、町はほとんど全滅だと州の役人が言っていた。公式報告書ではカトリーナの目が ウェーブランドを直撃し、高さ26フィートの高潮となり、約50人の命が失われたとしている。カトリーナは午前8時1分の満潮時に上陸しており、その時の潮位は2.2フィート高かった。ハリケーンカトリーナによって、ミシシッピ州の図書館40カ所以上が損害を受けた。ウェーブランド公共図書館は全開であり、建て替えを要した。 復興ハリケーンカトリーナに襲われてから間もなく、レインボーファミリーと呼ばれるより良い生活を求める地元住民による社会活動家団体がウェイブランドに到着した。2005年9月初旬から12月初旬までニューウェイブランドカフェクリニックをアメリカ国道90号線沿いフレッツ百貨店駐車場で運営した。このカフェでは1日3食温かい食事を無料で提供した。 クリニックでは全国から集まったボランティアの医師と看護師が詰め、この期間に5000人以上の患者を見た。診療代は無料、薬代も無料だった。医療と物資の寄付は多くのところからあり、インターナショナルエイドが寄付の大半を手配した。カウンターカルチャーのレインボーファミリーが災害救援センターを運営した初めての経験となった。バストロップ。 クリスチャンアウトリーチセンターもレインボーファミリーを支援した。幼稚園から3年生までの児童を教える、公立学校のウェイブランド小学校もカトリーナで大きな被害を受けた。この学校に通う児童には2006年から2007年の教育年度の始まりから移動教室で授業を行い、高級的な対策を後回しにした。ウェイブランドの復興は市内とその周辺地域で、 信仰に基づく復興努力によるものが大きい。市内のショアラインパークバプテスト教会とエド・マーフィ、牧師がこの動きの中心であり、カトリーナの後で長年、国全体から数百人の伝道師を住まわせ職を提供した。この動きは、ポツ・フォーゴットと呼ばれた。ショアラインパークバプテスト教会は、地域の家屋の修繕、ある場合には建て直しを指示した。 エドマーフィボク氏は2014年にショアラインパーク、バプテスト協会から引退し、2015年4月27日にサウスカロライナ州ロックヒルで逝去した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は6.8平方マイルであり、このうち陸地6.8平方マイル、水域は0.0平方マイルである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ウェーブランドシノの,の公共教育は、米セントルイスウェーブランド教育学区が管轄している。ありがとうございます。